はい、皆さんこんにちは、ゴーグです。今日はですね、ちょっとした工夫で、漢字はですね、ものすごく上達しますというですね、動画を作りたいと思います。よろしくお願いします。全部でですね、5つの漢字を書いていきますが、どれもですね、簡単な漢字なので、ぜひ今日覚えて帰ってください。はい、ではですね、まず1つ目なんですけども、林という字になります。ですね、ちょっとパパッと書きますけども、林、まあこういう感じですよね。はい、で、何気なく書いていらっしゃる方も多いと思うんですけども、こことですね、ここの上がり具合を見ていただきたいんですけども、結構ですね、同じ具合に上がっていらっしゃる方多いと思います。で、本当はですね、左の方が、ですね、やや短くて角度がつきます。で、こっちの方はですね、どっちかというとそんなに角度つかないんですよね。で、やや長めですね。で、ここをですね、注意して、書いていただいたらいいと思います。はい、ではですね、書いていきたいと思います。左のですね、横棒の方が短くて、ちょっと、右上がりですね。はい、で、右側ですね、ちょっとこれの下から書くんですけども、ちょっと間開けて、どっちかというとですね、やや右上がりなんですけども、ほとんど、まあ、横線ですね。まあ、こんな感じで書いていただきます。はい、まあ、これ楷書なんですけども、まあこういう感じですね。こっちの方が短くてやや右上がり、こっちの方が長くて長い線ですね。こういうふうに書いていただく、これが1つ目です。はい、ではですね、2つ目なんですけども、2つ目は何かというと、ちょっとですね、簡単なんですけども、そこまで、普段見る漢字じゃないかもしれません。ですがですね、麟という字、野球とかのですね、南麟とかの麟なんですけども、これですね、普通に書くとですね、こんな感じで、これ麟なんですけども、はい。よくですね、この中ですね、こうよく腹とかで書きますけども、この中にこれをですね、収めて書いちゃうんですけども、これじゃなくてですね、ここですね、収めずにですね、ちょっとですね、こう出るんですよね。出て書く。大きめに書く。で、どういうことかというと、はい、で、これをですね、里という字をちょっと大きめに書くんですよね。大きめに書く。ちょっとですね、バランスがちょっと難しいと思うんですけども、こんな感じ、ちょっとはみ出して書くんですよね、ここ。はい、はみ出して書いた方が漢字らしく見えます。で、ここもですね、こっちの方が短いですよね。里の方がちょっと出っ張ってます、下にですね。はい、で、実はですね、これが、正しい書き方になります。ここがですね、ちょっと里の方がここ出っ張るんですよね。こういうふうに中に入れてしまわずに、ここにですね、ちょっとはみ出して里を書く。これが麟という字のですね、正しい書き方になりますので、今回覚えて帰ってください。はい、では次3番目になりますね。はい、3番目はですね、名前とかによく出てくる亮ですね。亮、ですね、亮なんですけども、まあ楷書はですね、楷書で書くと、ここの口のところですね、口のところ、こうやって全部こう閉じちゃうんですけど、まあ、こういうふうにですね、まあ、書いても全然、まあ、OK なんですけども、これ量ですね。で、ここなんですけど、ここはですね、こういうふうに、ちょっとですね、こうやって開けて書く方が、漢字もうまく見えるんですよね。はい。で、こんな感じで、ちょっと書いてみます。量ですね。まあ、あくまでちょっと行書なんですけども、書いてみたいと思います。
ょっとこんな感じですね。ちょっとここくっついちゃいましたけども、こんな感じですね。ちょっとこことですね、ここをちょっと開ける感じですね。でここをちょっとはみ出す感じで書いていただくと、漢字らしくでかっこよく見えると思います。はい、では次4番目いきます。はい、4番目はですね、粒というですね、1粒2粒とかの粒ですね。で米編になるんですけども、米、粒ですね、米粒とかの粒、まあこういう字なんですけど、注目していただきたいのはこの米ですね。米という字、米のですねこの横線がですね、普通のこう横線じゃなくてちょっとですね長めに書きます。どっち側に長めに書くというと、左をですねちょっと突き出す感じでちょっと長めに書いてやるとですね、すごく漢字らしくなります。はい、でこれですね、極端に書きすぎずに、まあ、ちょっとですね少し長めという感じですね。この流れでちょっと横長細い感じで、ここで止めたらですねこっちが長くなります。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでちょっとここをですね長めに変えてやると、いいんじゃないかなと思います。米粒の粒ですね。はい、ではですねちょっと5番目、こっちに書きたいと思います。はい、で5番目はですね、凛という字なんですけども、これは望むという字ですね。大臣の陣っていうのをですね左に書くような、漢字ですね。で書いてみると、こんな凛ですね。ちょっと難しい感じなんですけど、はい、でこれをですね、どういうふうに書くかというと、ここですね、これをもう少しですね、まあ、かっこよくというか、漢字らしく、ドラポック書くにはですね、どうしたらいいかということなんですけど、こことですねここ縦線とその他をですねちょっとね外してやるんですよね。離してやる、ここですね。はい、まず縦線からになります。縦線から、書いていただくんですけど、縦線書いてですねここをですねちょっと離して書くんですよね。まず離す、で次ですねここ、はい、で離す、ここ離します、でまた離します。これ全然くっつかないんですね、ここ。はい、こんな感じでちょっと離してやるんですよね。全部離してやるとですねすごくなんかですねこうかっこよく大人っぽくなるんですよね。はい、であとですね先ほど量という字出てきましたけども、口ですね、口は基本的にこんな感じでちょっと離して書きます。ここでスペース開けます。はい、こんな感じですね。こういうふうに書くともうすごく大人っぽくなると思います。でですね、今日はこういった5つの、ちょっとした工夫で、漢字をですねものすごく、上達しますというですね動画だったんですけど、これからもですねこういった感じでちょくちょくですね、細かいちょっと訂正というかですね、こういうふうに書いたら上手になりますよとか上手に見えますよという動画をですね、適度に出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、では次の動画で会いましょう。ありがとうございました。